JBC レディースクラシックの予想です。どうも、ドアー山本です。えー、本日ね、もう、本日というか、前の日、その前の日からね、ずっと JBC のね、3競争の予想をしていました。はい、本日ですね、この JBC レディースクラシックの予想を含めて3本ですね、動画を投稿するので、よかったらご覧ください。はい。 まあ今回、ね、大井で行われるわけなんですけれどもね、なんといってもね、今の大井競馬場といえば、まあ、オーストラリア産のですね白砂に生まれ変わったんで、傾向とかね、全然変わってますからね、まずタイムがかかるから、もう2、3秒遅くなってるって考えていいね、んで逃げ先行がね、非常に残りやすいと、だから今までの大井競馬のイメージで予想したら、死にます、はい。 なんだけど、なんだけれども、あんまりそのことに気づいてない人が多い。砂が変わった、だから何みたいな人が結構多いから、結構ですね、それをね、いち早く知っといた上で馬券を組み立てるのはね、非常に大事です。だからね、この動画を見た人はねあ、まずこの時点で砂が変わって傾向が変わったっていうのをまず知ったじゃないですか。その時点でですね、もう一歩リードしてるからね、一歩リード、ねもうい、一歩、一歩ありすぎやろうみたいな。まあ、それはいいんだけど、だからね、あの、 その点でね、予想しました。その結果ですね、今回の JBC レディスクラシックなんですけど、見えちゃったんですよね。今回の JBC レディスクラシック、勝つのは、テリオスベルです。はい、あのー、テリオスベルちゃんがですね、あのついに隔てる音、悲願の G1 初制覇というのがね、見えるんじゃないかな。うん、あのー、めちゃくちゃ、 もうね待望の外枠というのに加えてねやっぱり逃げ扇残りやすい非常にいいですよこれは、うんまあ、テリオスベル対策をねしてくる馬がどれだけいるかっていうのもちょっと重要なファクターになってくるんだけれどもこれの今回マジで逃げ残りあるんじゃないかなって思いますうんなんでね、まあ、テリオスベル大本命で、えーまあ、グランブリッジアーテル・アストレアアイコンテイラーライゴット・ガールとねまあここまでかなうん まあ、あと4とは普通に入るこ葉なんだけれどもまあ、その中で順位つけるとしたらやっぱテリオスベルが一番上に来るな、うん、でちょっとスピーディーキックはね大好きなんだけどねちょっときついなもう、うんまあ、1008もちょっとなんかもう長いかなって気もするしそうなんだよねまあただちょっとスピーディーキックはそんなにつかない気がするからちょっとオッズの歪みを考えた時に入れるのあんま良くないんだよねだからまあテリオスベルからかな、うん で、えー、はい、えー、馬炭ですね。馬炭でテリオスベルから2着にグランブリッジ、アーテル、アストレア、アイコンテイラ、ライオットガール。で、これ、裏表買いましょう。はい。であと、テリオスベルの単勝ももしかしたら10倍以上つくかもしれないから、単勝をね、厚く買うっていうのもいいかもしれない。ね。馬炭いらないかもね。単勝だけでいいかもしれないね。うん。まあ、テリオスベル、エダテルオ劇場がね、まあ、向こう上面からまくって、そのままいくんじゃないかなって思うんだよな。 うん、今回はね、そのまあ、スピーディーキックとかそういう地方馬に期待するぐらいだったらテリオスベルを信じた方がいいですね。まあ、レースをかき回すだけでなくそのまま勝っちゃうんじゃないかと僕は見てます。はい、以上です。なんでね、あのぜひとも、えー、参考にしてください。はい、はい、こちらです。